交流もって言ってほしいなっていう願いはあるわな。別に俺にどうのこうのじゃないし。はい、これ取ってないよ。取、はいうん、ってんの。取 <laughs> っんて。アンケイ。一応取るのは取ってます。<laughs> 今のあのきの話の流れで。 鳴り物入りというか、PL に清水さんは僕の勝手な想像でうん、うん、すみません、噂あろうがなんやろうがそんなもん関係あらへん見たもの見るんやっていう、俺の目で見たものがっていうタイプの指導者の方やなと思って見てるんですけど、うんうん、だけど、例えば僕らの大の時やったら僕らが入るときにも1学年上に桑田さん2世の松井さんという方がいらっしゃるとか、立浪、うん、さん2世のあちわさんがいらっしゃるとか。 聴いて入ってるんですけどそのウアスタードオドというかを見た時にやっぱちょっと別物やなっていう印象やったっていう方でどなたがいらっしゃったのかなって気になるんですけどこれがビエルやまあ今そうやから言うようにアジアは辰波にせや言うて、はい、あすごいセンスあるショートやねっていうので練習に来たのは覚えてる 中学校その PL 決まってから、はいはい、あの練習参加っていう形でアチワと正和清原正和なさ、はいはい、清原のいとこのこと、はい、バッティングしたのは覚えてるその時はやっぱりセンスあったわなアチワは。<ー>あなんかこうずなみを真似してるんかあの走ってる姿とか、はいはい、このー仕草 何気ない意識,意,識意識してやってんのかなって、まあそれが身についてこうなってるんかっていうのは感じたな。<ー>確かに。で、あちは入るときにやっぱりいい選手やから言うて、はい、今やから言う、まあ別に言うてもええやろうけど、検視所で寮を、はい、その1年生今度入ってくるの、そのあちい。っていうのがいいから、はい、別にこう部屋をして、 一年生は一年生でこうしてとかいう話があったわけよ。はい、会議で。そうそうそう。そう、はい、まあまあ、体制というか最初な、そういういろんな意味で。はい、でも俺はあかんっていうね。上級生とちゃんと一緒にあれした方がいいと思いますと。はい。あんまり特別扱いすると逆にされた方も困るやろし、はい。はい、してる側もなんか思うから。はい。 普通にその同じように生活させた方がいいと思いますいうのを会議で言うた覚えはある。あ<ー>それがあっちはよ。あ<ー>まあ、俺らの時で言うたら小田、こう、アタみたいなもんやな。はいはい、別にして、行動も別にして、部屋も別にして、もう特別待遇じゃないけどさ。はいうん、そうしてしまうと、はい、やっぱり子供やから、はい、あんまりよろしくないことが多々起きるわけよ。はい、俺らの時もそうやったけ な桑田清原はええかも分からんけど、他のメンバーもおるわけやから、はい、同じ同学で。その子らがめ、はい、迷惑じゃないんやけど、違う思いをする。はい、ほんで、また先輩らがちょっと違うようになってしまう可能性が多々あるから。はい、だから、そのあちわの時は、そうやって言うたのは覚えてる。普通に、普通に、なんぼええ、いいって言われても、普通にし,し,した方がいいと思います。はい 俺がコーチになってからやから、あちわがぐらいかな。あちわは今言われたらそうやわな。あとは、小林良官っていう九州。これも九州ピッチャーな。あとは前田健太ええー、っていうふうに聞いて。ほんで、浅井今江あの学年はすごかったな。今江浅井さぐらい、桜井。 この三人かな。この、うん。この、今江と浅井は、やっぱり、よう言われたな。すごいのが来る。<ー>俺、初めて一年生の、雨天で、と、一年生で別の練習するやんか、最初。はい、最初、そうですね。今言うように、あんまり俺、その、一年生を最初から見に行ったりはせえへんねんけど、一、はい、年生だけで練習してるやつを。それを井上先生に言われて、見に行ったのがあいつらの学年だけや。あ、そうなんですか。うてんで、T やってんのを、清水工事一回、一年生。はい あの見に行ったってくれるって言われて宇宙、はい、に行ったのが、はい、あいつらの学年だけは他の学年だから行ってないよ 1>,、はいはい、1年生なんか 1>,、はい、1年生なんか言うたらなかなか俺にですよね。1年生はやっぱ1年生の感じやから、はいはい、俺はやっぱり2年生3年生の方を主体にしてするっていう、はい、自分の中でちょっとそういうもんを持ってたから。はいはい それは何年かって別に説明いらんと思うけど、やっぱり研修用で苦労した。はい、苦労して2年生、3年生になったっていう人間を見るって。はい、まだ1年生は入ってきたばっかりやから。これから苦労して2年生、3年生のように頑張るんやと思って入ってくる子やから、入ってきた子やから。まず、量の厳しさとかそれを乗り越えた段階で。うん、まあまあ、な苦労して2年、3年になった子をない,ないがしろじゃないけどさ。はい はい、ほっといて、ええー、わって言うてきた。みな、毎年毎年、大小かかわらず、ええー、わ、ええー、わって、はいはい、いい子が来るよ、いい子が入ってくるよって言われて入ってきてんねんけど、はい、その子らをほっといて、そういう子を見るっていうのが俺にはできへんかったわ。はいはい、やっぱりその子ら、ピエロ学園っていうのを作らなあかん。はい、背負っていかなあかん学年が2年生、3年生、順繰りにこう、はい、ここまで這い上がってこいと。 今言うようよにな、はいはい、1>, 1年生も苦労して戦って寮生活もやって2年生3年生のように這い上がってきて、はい、ここまでのし上がってこいという気持ちが俺強かったからはい、はい、俺もそういう気持ちで、はい、現役の時は先輩見て、はい、やっぱああいうふうになりたいあ指導者の方に声かけてもらいたい、はい、あ見てもらいたいと思って今どんだけ苦労しててもって思,思いながら。はい やった最初から「来やぞあやぞ」って、はい、まあ一言二言はかけるかも分からんけどでも俺はほぼなかったんちゃうかな思うわ、はい、でもその一言二言が響くんです響くんよなーう僕はそういう時期にもう全然その1年生の練習とかでこう清水さんにお声かけていただくとかない時にポッと「お前は夢を与える選手や」って だから、それは、やっぱり、ホリ自身の、その、なんていうの、いつも言うけど、自分が下手くそやったから、僕は下手なんで、これからのし上がりますんでっていうような姿の子には、ちょっとぽっぽって声かけたりすることはあると思うんやけど、だからホリ自身に、こんだけ体小さいけど、やっていくぞっていうのが見えたから、俺は多分、声かけたんや思うわ。それが俺がずらしたんやで、 俺は PL に入ってきたったんやとか、はい、そういうふうな思いでおったやったら俺声かけてないと思う。だからそういうのは、堀自身が覚えてくれてるっていうのは、やっぱりそういう思いっていうかさ、はいはい、そういうふうに感じたから多分声かけたんじゃないかなっていうのはあると思う。あ<ー>俺めったに一年生に声かけることってあんまりないと思うわ。覚えてないし、あんまり。完全にわしづかみでしたもんね。<laughs> <laughs> 僕がうもうぐっと持っていかれたというか <laughs> <ー>やっぱこう入った段階であ,あって思ってたんと全然違うレベルに自分がおるんやっていうのを認識してピア入らせていただいて3年生の方たちのプレーとか見て1年生大体メンバー自分らが入ってるの見てバッティングもみんな見てああ自分の位置ここやなって分かって。 その頃にじゃあ自分が目標どうしたらいいんやろうっていうような時のタイミングで清水さんがそういう言葉かけて頂い,いてだ、うん、か,から僕は3年生になった時に必ず背番号をもらいたい取れるように頑張ろうっていう、うん、最初は調子乗ってるからこんな言うの恥ずかしいですけど PL、うん、入って1年でレギュラーになったら。うんうん 絶対プロ行けると思ってそんな世界じゃなかった知った時に声かけていただいたっていうのがあったんでもうそれがもう自分の心の支えになってずっとさせていただきましたうんうん、うん、ああそうや、はい、う最初はなそう思うわな PL 行ってレギュラーとってプロ野球っていうのはなやっぱ中学時代っていうのは皆そりゃ思うところはなだん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 ,だんそのホリラの年代とかその前の年代その後の年代もそうやろうけどやっぱりそれは 先輩らがでん PL の伝統というのを作ってもらって、はい、そういうふうに思えられた年代やんか、はい、俺らの時はまだ夏も木戸さんと西田さんらが初めて優勝しただけの、はい、夏は、はい、で春は吉村さんらが優勝した、はい、で二つ上の人らが優勝したっていう中で入ったとこぐらいやったから、はい、まだそこまでの,その PL っていうのは確実にこうやっていう時代じゃなかったもんな。あ そっから、おいらの一つ上が夏優勝して、はいはい、おいらがあって、桑田清原らがあって、立浪、はいはい、片岡の年代が連覇して、はい、確実に PL 学園っていうのを世に知らしめて、お前らが小学校、中学校ぐらいの時やったから、多分そういう PL の思いが、おいらの時とまた違うもんな、うん、PL イコールプロ野球とか、はい、そんなんじゃなかったもんな、おいらは。あ,あそうです、ねうんす まあ俺はな、はい、特に。PL 学園イコールプロ野球じゃないしに、PL 学園イコール寮生活やったもんな、ね、俺は。<laughs> 俺はやで。ははい、はいうんんんんうんううん、うわ、寮やっていう。ん、もうそれにしかなかったもん、中学校の時は。はあ、うわ、親元離れなあかんでもう、うわーって。もうその頃からあの厳しいぞっていうのはもういい。厳しいっていうのはもう。厳しさっていうのは別に。 思えへんかって。寮生活うそうそうそう。とにかく寮生活っていうのが俺には。